はい、どうも、ひーくんです。本日もひーくんチャンネル見ていきたいと思います。本日なんですけども、私今大阪の福島区に来てまして、大阪中央市場の目の前あたりにある特殊な自販機があるんですよ。何かっていうと、なんとですね、商品が50円の自販機やったらわかるんですよ。西成でもよく50円の自販機あるんで、全然珍しくはないんですけど、ただ、それが30円と10円のものがあるという自販機があるんですね。観光名所になっていまして、10円自販機福島で調べたらちゃんとネット上に出てくるんで、皆さんぜひ、調べてみてください。概要欄に載せておきます。JR 野田駅、大阪メトロの玉川駅から歩いて7、8分ぐらいのところにあるんですけども、こちらの自販機、大阪ジランっていう、卵屋さん、卵の卸売販売している会社さんが、の社長が、できれば廃棄になるようなドリンクを、赤字でもいいから、0円で廃棄するより、10円とかで売れる方が、絶対にいいと思って、大阪市民のためにやってるみたいな感じで、やられてるそうです。まあ、大阪市内で一番有名な自販機というところで、皆さんに紹介できればと思います。それでは、どうぞ。はい、到着しました。すごい、10円、僕の身長よりはるかに大きいこの10円のオブジェがあります。作るのに数十万かかったらしいです。さあ、早速自販機見ていきたいと思います。お、50円、すごいですね。60円、50円、80円と迷ったら、これ迷ったら100円のものを買うらしいですね。なんかもう本当に何でもあり、冬の主役で、でしかもこれ鍋にコーヒーってやばいですね。この組み合わせすごい、デザインがすごい大阪チックですね。大阪新名所、50円からとなってます。こちらがですね、まあ、30円のものもあります。すごい安いですね。何が出るか分からへんって書いてある。なぜかこれだけ青だし、これ噂によるとちょっとね、これ黒、すごく黒く見えるんですけど、実際ちょっと薄めの色みたいです。はい、商売繁盛してください。でもモンスターエナジーとか結構無難なね、まともなやつも売ってるんですね。はい、こちら何が出るかわからないです。で、天然水がなんかリピーター続出で意味わからんこと書いてますね。実はここなんですが、大阪ジランっていう会社さんでして、なんか卵の卸売なんですね。卵の卸売会社さんがこういった自動販売機、大阪市内に200個ぐらい置いてるらしいです。卵の卸価格はこんな感じです。しかもこれ10キロ入りでこの値段ってめっちゃ安ないですか。やばいですね。 LL と L と M と NS サイズということで、大阪ジランさんの自動販売機です。はい、でデュースが50円、やばい、何が当たるかわからん。50円、お、30円のものもある、やばい。で、なぜか知らんけどここだけ100円。何があんねんな。はい、何が出るかということで、すごいデザインやな。もう隣にですね、コロナに負けへんって書いてます。で、マスクと、あとはこういう除菌スプレーなどなど衛生用品が売っております。なぜか800円のやつが売り切れてますね。はい、で問題の、10円の自販機、なんで10円やねん。ハマちゃん風に書いてます。ゴブゴブっていうステッカーも貼ってまして、これすごい人気ですよね、この番組。外観こんな感じです。10円自販機が2つあります。はい、どれが出るかお楽しみにゃんって書いてます。皆さんごめんなさい、本日ね全部売り切れなんですよ。全部売り切れです。10円で売ってますんで、僕前買った時は梅酒ではないですけど、梅酒風味の梅水みたいなやつが当たりましたし、その前は安物のサイダー、サントリーのサイダーかなんかだったと思います。じゃあそれではですね、実際にジュース買ってみたいと思います。まずですね、100円、僕だけ100円ってやつだけ買ってみたいと思います。出てきた。え？練乳出てきた。やば。まずここだけ100円できて、ドリンクと思いきや100円入れたら糖質ゼロの練乳が出てきました。やばい。この時期に練乳ってやばすぎやろ。すごいネタや。なんかこういうね、ちょっと面白みがあるんでいいですよね。ジュース青色、何が出るか分かりません。50円いきます。安くてごめんね。あ、50円のこっちから出てくるの。はい、三ツ矢サイダーネモラ出てきました。一
ちなみにその場で当たる LINE ポイント120ポイントプレゼントということで、これって有効期限大丈夫かな。あ、でもあれやな、2021年6月30日までであかんやん。このレモラっていう三ツ矢サイダーのものが出てきました。50円で、まあ、これだけの量って考えたらいいですね、まあ、しかも炭酸ですし、まあ、結構量もあるんでいいんじゃないでしょうか。じゃあ次は30円のいきたいと思います。はい、じゃあ次は30円いきます。もうダメ、お助けください。30円いきます。おお、一級茶葉ウーロン茶来ました。やばい、しかも朝日やし。30円のドリンクなんですけども、一級茶葉のウーロン茶、朝日のものを変えました。もう一回30円のやついったらどうなるでしょうか。違うボタンで試したいと思います。さっきこの辺行ったんで、今度は左下の方を、押して買いたいと思います。また同じのやん、やば。日本また同じウーロン茶でした。やばいな。お疲れした。はい、10円の自販機なんですけども、実は僕2、3年ぐらい前からあの自販機のこと知ってて、たまたまお客さんがあの近くにあって、大阪の中央市場の海鮮丼食べた後に、まあ、軽くこうブラブラ散歩してたら、あそこにちょっと10円の自販機あったんで、うわこれいいやみたいな感じで10本か20本ぐらいですね、買った記憶があります。本日は残念ながらちょっと10円の自販機全て売り切れてて、まあ、実は昨日もちょこっと覗きに行ったらそのも全部売り切れてたんで、ちょっと補充のタイミングって多分2、3日に1回か2回ぐらいなのかなっていうのもちょっとわからないんですけどもっていう感じです。なんであんな安く売られてるかっていうと、賞味期限が、まあ、ほとんどのものが1ヶ月後とか2ヶ月後のものがほとんどでして、飲み物 の, 外の缶とかに傷があったりへこみがあったりとかっていう理由で売り出せないっていうことで、まあ、廃棄するものを大阪ジランの社長が、まあ、廃棄するぐらいなら赤字ではあるけど、まあ、10円20円、まあ、皆さんのためにこう提供しようみたいな形であんな自動販売機を設置してるみたいです。ホットレモンが冷たい状態で出てくるとかってザラにあるみたいなんで、はい、皆さんもですね、ぜひ福島区に行かれた際はですね、一回ちょっと立ち寄ってみてください。観光スポットになってますんで、私もすごくおすすめです。それではこの動画見られて参考になった、ためになった、面白かったなと思われる方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、See you!